何が違うのかなっていうのはちょっと薄くてもそのトリートメント使うとその後スタイリングめっちゃしやすいんだよね。毎日髪の毛傷むんですよ。傷が落ちやすいからそのシャンプーがいいっていう判断はちょっとある。はい、どうもこんにちは、翔平です。はい、こんにちは、寺村優太です。はい、今回はですね、寺村さん家にお邪魔して前回の動画でちょっと寺村さん家の美容師10年目の方の家のルームツアーっていうのをやらせていただいたんですけども、まあそんなねまあシンプルな感じで、まあでもすごい綺麗なお家で、ありがとうございます。はい、っていう感じで今回の動画では、まあ寺村さんといったらまあその髪質だったり美髪にすごく詳しい美容師さんでいらっしゃると思うんですけども、そうなんですか。いやもうそれはねこういう本を出してるぐらいですから、やっぱりありがとうございますっていう感じで、今まで結構シャンプーのことについてすごい、うん、どういったものを選んだらいいかっていうのを話してきたと思うんですけども、はい、今回はちょっとトリートメントに焦点を当てて、トリートメントで結構やっぱり皆さんそのシャンプーももちろんそうなんですけども、うん、トリートメントすごいこだわる学生さんが多くて、はいはいはい、でそのトリートメント市販とその普通の、まあ、美容さんが使ってるものだったり、どういったところが違うのかとか、市販のどういったところが悪いのか、そういうトリートメントについて今日は詳しくお話しできればなと思っております。はい、はい、まあせっかくなんで軽くなんか自己紹介というか寺村さんの経歴だったりというのをお話ししていただければと思います。はい、はい、先ほどもなんかご紹介いただいたんですけども、美髪のルールという本を出版させていただいてまして、はい、もうでも3年ぐらい前なんですけど、もうそうですよね、結構経ちましたよね。ありがたいことにAmazon とかでベストセラー入りさせていただいて。ああ、そうだったんですね。はい、はいはい、累計約3万部ぐらい。あ、はい、あそんな、あ3万部ってすごいですよね。結構その今1万部超えたらすごいヒットって言われてるのでそうだったですね。はい、3万部も。へえ、結構美容師さんも知らないぐらいのそういった内容だったりとか、まあ、僕自身もすごい寺村さんの著書だったり、まあ、直接寺村さんからいろいろこうお話聞いたりとかで、そういう、まあ、髪質のことだったり、まあ、シャンプートリートメントのことはすごい学ばせていただいたんですけども、はい、でもちろ ん, なんかこの本出して3年経ってるので、この本以上にまたこう、うん、アップグレードされたそういう知識だったりとかいろいろあると思うので、そういうのもちょっと話していければなと思うんですけども、はい、ちょっと寺村さんの彼女もいらっしゃいましてで、まあ寺村さんの彼女といえど、はい、まだちょっと知らないこともたくさんあるかと思うのでちょっと何か横で聞いて、ああなるほどみたいな、ちょっと相槌打っていただければと思うので相槌さんちょっとやっぱ女性が行った方が花があるかなっていうので、ありがとうございます。本題の方へ行きましょうか。入らせていただきますけども、はい、まあ、まず今回トリートメントっていうのがちょっとまあテーマで、うん、話したいんですけども、いまいち市販とその美容室用のトリートメントのなんか違いが分かんない、全然なんか市販でもサラサラになるからいいかなみたいな感じの方もいらっしゃると思うんですよ。はい、主に何が違うのかなっていうのをちょっとまず初めにちょっとなんかお聞きしたいなと思います。はい、はい、多分皆さんね美容に関心が高い方々だと思うので、はい、いろいろ試してみたことがあると思うんですよ。はい、多分一回もサロン専売品使ったことないっていう人の方が今時珍しいんじゃないかなと思っていて、だって今ドン・キーホーテとかロフトさんとかでも買えるじゃないですか。確かに。だからアマゾンとかでもね、買えるものは買えるので、はいはいはい、使ったことあると思うんですけど、ただなんか使ってみて結局差を感じれなかったから市販に戻る。そうそのパターンめっちゃ多いです。僕のお客様視聴者さんも、はい、だからそのどっち使っても変わんないからいいじゃんっていう感じで、うん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 、結局市販に戻ってる方とか、まあ、結構多いと思うんですけど、成分的なこととか市販だから悪いとかサロン専売品だからいいとか、そういうのは全て抜きにした時に考えると、はいはいはい、ものづくりで考えさせていただくと、はいはいはい、僕もシャンプー作ったりとか今アイロンも作ってものづくりをさせてもらっていろいろ分かってきたのが、こだわればこだわるほどいいものを使おうと思えば使うほどコストが上がるんですよ、うんうんうん、そうだから例えばだいたいシャンプーとかコスメは 10% から 20% ぐらいで作られてるところが多いなっていう感覚です。へーって言ったら、じゃあ市販のシャンプーとかトリートメントで言ったら CM とかテレビ CM も打ち出してるところが多いじゃないですか。そういったところで広告費だったりとか、うん、そういったところにすごいお金かかってきますよね。そうなんですよ、うんうんうん、だからそのテレビ CM っていうのは
大衆向けじゃないですか。はいはいはい。だから大多数の人たちに見てもらいたいから、もうターゲットも初めから大多数向けに作られてるものなんですよね。はいはいはい。だから誰が使っても無難で、誰でも買いやすいってものにしなきゃいけないから、だからそもそもあのくらいの価格になってくるし、うん、なるほど。そういうまあなんか大人の事情だったりとか理由とかで、その中身にかけられるお金の違いっていうところで差が生まれてくる。そうですそうです。まあ、サロン専売品っていうのがこうなんかに特化してるというか、まあ尖った商品であるのに対して、じゃあ言ったらもうそのドラッグストアとかに売ってるシャンプートリートメントっていうのはほぼほぼ、まあ僕もそれ聞いた話なんですけど、そんなもうあの大して差はない、金額がまあ100円200円違うけど全然そんななんか大して差がないっていうのは、あれはじゃあ本当で、やっぱ差をつけるのは難しいんじゃないかなと思いますね。まあ、その喧嘩率の中でってことですよね。はい、5000円同士のシャンプーだったら中身の差は結構あると思うんでね。でも500円で売られてるシャンプー同士だったらその差は少ないんじゃないかな。なるほどですね。まあ例えで言うと普通の駄菓子のカリガリ君かカリガリ君リッチかみたいな、そんな感じですね。本当にもうちょっと10円20円高いけどみたいな、そういう感じですよね。確かに、うん、ハーゲンダッツと比較するものじゃないですか。そうですよね。だからハーゲンダッツがサロン専売品でみたいな、まあ、カリガリ君も美味しいですよ、もちろん美味しいですけど、まあ比較するとしたらそんな感じですよね。確かに。そう、それがまあ市販というか。なるほどですね。スーミンはどう、なんか市販のそのトリートメント使ってた時とか、うんうん、まあ今はね、すごいもう最高級のフラワーズを使ってるわけだと思うけど、なんかやっぱ女性って特にやっぱりね、長い分髪質の変化っていうのをメンズと比べてすごい感じると思うんだけど、うんうん、なんか感じた。スーミンはその市販のものを使ってた時期も、市販のシャンプー使ってる時期もあったし、で今日髪が傷んでたから、うんうん、いっぱい検索してなんかどれがいいんだろうっていっぱい使った時期もあった。その市販のシャンプーは多分こうトリートメントの威力がなんか強い、うんうん、なんかこうカバーしてますみたいな。シャンプーの良し悪しは界面活性剤のクオリティが変わってくるんですよ、うん、界面活性剤っていうのは、まあ、洗浄成分ですね。だから食器用洗剤もそうだし、はいはい、あのお風呂のクリーナーとかもそうだし、全て界面活性剤って言われている洗浄成分、いわゆる油 を剥がしてくれる役割をする成分なんですけど、はい、これがね、莫大な種類がいっぱいあるんですよ。すごい数があるんですね。でそれが低刺激だったり、例えば人間の肌には強いけどでも別にフライパンとかに使う分には全然いいよっていうものもあったりとか、まあ、いろんなものがあるんですけど、はいはいはい、それがですね、やっぱりこう肌に優しくてマイルドなものになればなるほど高いんです。なんで基本的にその安価で手に入る界面活性剤っていうのがやっぱり刺激性が強かったりとか洗浄力が強いんですよ、うん、だから市販のシャンプーでよく痛むっていう現象が起きるわけですね。そうです。だからそれをカバーしなきゃいけないから結構なこうコーティング剤というか、まあ、皮膜系の成分がシャンプー自体に入ってることが多くて、そうですよね。そうだからシャンプーなのにサラサラになるみたいなのありますよね。そうだから一時期ノンシリコンシャンプーとかが流行ったのも別にノンシリコンだからいいとか悪いとかじゃなくて、そもそもその市販のシャンプーっていうのがやっぱ界面活性剤が強いものが多かったから、それが原因で薄毛のトラブルが出ちゃう方とか、フケとかかゆみとかそういう肌の頭皮の異常が出ちゃう人たちがやっぱ出たんじゃないかっていう仮説ですね。でそれをそのノンシリコンを打ち出したメーカーさんとかはシリコンを悪者にしたってだけなんですよ。なるほどなるほど。別にシリコンが悪いわけじゃなくて界面活性剤が本当は良くないんですけど、はいはいはい、そうだから100年前とかは今みたいにそんなハゲがいなかったみたいな説も聞いたことあるんですけど、なんかどうね、なんかあるかもそれがね、シャンプーの可能性もありますし現代のストレスだったりとか、まあいろいろ要因はあると思うんですけど、うん、まあ少なからずそういったことに、まあ、原因がある可能性が。だからよくメンズで言うのが、いやでも弱いシャンプーいいシャンプー使うとワックス落ちないんですよっていう、はい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 、でもワックス落ちるぐらい強いんだよっていうこと、逆にねそういうことですもんね、うん、あそんな頭皮にワックスみたいな成分のついてないじゃないですか。あだってワックスが落ちやすいからそのシャンプーがいいっていう判断はちょっと危ないと、うんまあ、ワックスを落とすっていう意味合いに対してはいいかもしれないですけど、頭皮とか髪質とかで考えるとあんまり良くないと、うん、泡立てぐらいでいいと思う、うん、極力地肌は本当にもう触れるぐらいでも落ちますよ全然。うーん、なるほどですね、わかりました、ありがとうございます、はい、
トリートメントの話にちょっと戻るんですけど、はい、トリートメントもやっぱりその、まあ、市販のものとかで被膜の力が強いとかって言われるじゃないですか。その被膜されることによって髪の内部の水分比率っていうのがこう変わってきて髪が傷んでしまうっていうのをなんかその、まあ、著書だったりその普段寺村さんが言ってることだったりとかで学んだんですけど、やっぱそういったところも結構変わってきますか？どうなんですか？うん、まあ変わると思います、うん、でもなんかその僕がちゃん散歩行きたいアピールするとき、ここに、ああ散歩行きたい、ね、もうちょっと待ってね、はい、そのメンズってそんなにトリートメント必要かなっていうことがあって、それが定期的に切れるからっていうことですよね。そう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 、そもそもトリートメントの目的は、まあ、いくつかあると思うんですけど、ただなんかまず1個、その髪傷んだ髪治んないのでトリートメントたっぷりつけてそれでよくパックして補修みたいなのって治してるわけじゃないんですよ。もうごまかしてるというか、なんかボロボロの肌の上にファンで塗ってパックしてるみたいな感じですよね。そうだからコンディションを整えるって意味でやってるわけで、じゃそもそも傷んじゃってることを気にしてるんだったらトリートメントやめて、そのトリートメントにかけてたお金をシャンプーに上乗せして、シャンプーのグレード上げた方が髪の毛のダメージを減らせます。やっぱシャンプーすればするほど毎日髪の毛傷むんですよ。それは間違いない。シャンプーしなかったら髪は傷まない。ただ不衛生だし、いろんな食生活の人が今いるから、そのお湯だけじゃ落ちない汚れもやっぱり毛穴から出ちゃってるので、それを落とす上でシャンプー必要なんですけど、それの究極のやり方として油シャンっていう方法が少々かかるんですよね。でもね、やっぱ油シャンが全ての方が合うわけじゃないから、うん、そうなると毎日使うシャンプーでダメージが変わる。毎日上がった時にいいシャンプーがダメージ1だとしたら、ちょっとグレード落ちたシャンプーがダメージ3みたいな感じなんですよ、うん、だから1週間ぐらいだったらまだ差ってこのくらいなんですよ、うんうん、だからそんな変わんなくないってなるんだけど、これが1年とか使い続けるとすげえ差になってるっていう。そう考えると確かにそれは痛むよなって話ですよね。しかも草木の方がやっぱ巻いたりとかでも、うんうん、ねー、そうですね。あとは僕的にトリートメントメンズがする目的って何かなって考えた時には、スタイリングしやすくするためかなって思っていて、そのためだったらいいと思うんですけど、だそれはじゃあ概念としてこうなんかワックスを選ぶ感覚で選んだ方がいいと思うんです。はい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 、うん、そもそも髪治んないんですよ、はいはいはい、トリートメントつけても。で女性ほどそんなに髪大事にする必要ないから、女性の場合は付き合っていかなきゃいけない期間が長いんですね、うん、メンズって多分翔ちゃんの前髪で1年ぐらいじゃないですか。まあ、そうですね、1年前に生えてきた毛がここにいるぐらいだから、うん、でも女性このくらいのボブの長さだと大体今のこの毛先って2年半前ぐらいに生えてきた毛なんですよ。長いそうそうそう、でロングとかだと4年とか5年前とかに生えてきた毛が来るから、すごい毎日使うシャンプーとかトリートメントとか洗い方ってすごく重要視していかないと、長期的にこの辺の毛先バサバサになっちゃうからなんですけど、男性はもう切っちゃうので、そういう観点でいくとなんかトリートメントのシャンプーはすごい重要視した方がいいと思うんですけど、トリートメントは安くてもこのトリートメント使うとその後スタイリングめっちゃしやすいんだよねっていいと思う。そう、確かに僕もそれはすごく思いまして、うん、まあそのいくらその被膜して内部で傷んでしまうっていうのはあるかもしれないんですけど、メンズ、まあ僕自身もそうなんですけど、お風呂、まあ、シャンプーしてトリートメントしてお風呂上がりにこの引っかからない、すごいサラサラで入れるっていうのが次セットする時のテンションだったりとか、うん、モチベーションだったりとか、すごくサラサラになったっていうのですごいなんか喜びを感じるんですね、はい。で次の日セットしてアイロンの通りがいいとかってなると、あ、このトリートメントいいなって感じたりとかもするんですよ。だからなんかそんなにめっちゃ高いトリートメントをとかシャンプーを使うっていうよりも、なんかそれでセットしやすいならメンズは確かに切れるし、うん、だからそんなになんか安いから悪いっていうとかじゃなくて、うん、ただなんかセットとかしやすいものであれば僕はなんか安くても最近はいいんじゃないかなっていう、すごいそういうなんか結論に至ったというか、全然いいと思いますよ、うん、肌に合う合わないはあると思うんですよ、うん、でもトリートメントはどっちかというとくっつく成分なので、うん、髪に吸着しちゃうから、だから流してもやっぱ残ってるんですよ、うん、だから手触りいいわけだから、それがやっぱ肌とかについてなんかニキビできちゃったりとか、ね、痒くなっちゃったりするんだったら同じ価格で買えるんじゃなくて値段上げた方がいいと思う、うん。まあ、じゃあ結論としましては、まあ、女性とか本当に
髪質その根本から綺麗にしたいっていう方はそのいいシャンプーを使ってあげるとか、あまりこうなんかトリートメントにお金かけるっていうよりもその分シャンプーにいいものを使ってあげて、うん、なるべくこう髪を傷ませないようにしたりとか、うん、メンズとかであれば髪の通りを良くしたいとかアイロンでスタイリングでセットしやすいとかっていうのであれば美容室専売品のものをこだわるとかっていうよりもあえて市販のそういう結構コーティングが強かったりする市販のトリートメントを使って、まあ、アイロンの滑りを良くするっていう方法もありと、うん、あとはなんかこういう美容師さんだったりいろんなインスタだったり YouTuber さんだったりとかがこうおすすめしてるものっていうのを自分に合うかっていうのを試してみると、うんうん、っていうところですかね。そうですね、いろいろやってみていいんじゃないかなって、うん、なんかトリートメントに関してはなんかあんまり女性は重要視してもいいと思うけど、うん、男性はそんなにかな。なんかワックス選ぶのとかって、うん、しょうちゃんもいっぱい発信してると思うけど目指す質感じゃないですか。そうですね、うん、めっちゃいいトリートメント俺使ってんだよねみたいなのとかもなんかそこは別にそんなシャンプーを使ってほしいですね。僕じゃあ逆にあえて今市販のトリートメントいろんなの買って使ってみてどうだったかっていうのもなんかそういうレビューもありだなって。いやいやいや思いましたね。スタイリングにどうか影響するのかって、あっていう感じで、まあ、すごい今回、まあ、トリートメントプラスシャンプーに関してすごい本当に、はい、まあ、この動画を見ていただければ本当になんか全て解決するんじゃないかぐらいのボリューム感でお話しさせていただきました。この本まだAmazon とかでも買えるので本屋さんで見かけたら立ち読みしていただくだけで結構いろんな知識はしてると思います、うん、美容師さん向けに書いてるものじゃなくて一般の方向けに書いてる本です。本当はどうしたらいいのっていうのを全部一冊にまとめてるので全然立ち読みでいいんで興味ある人見てみてください、はい、リリーのインスタをフォローしてね今日喋った内容ぜひね今後の、まあ、ヘアケアだったりスタイリングに生かしていただければと思います。はい、はい、ということで、この動画、面白かったら高評価コメントチャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。